クリス・デイブはアメリカ合衆国テキサス州ヒューストン出身のドラマー、作曲家、バンドマスター。現代ジャズシーンにおける最重要ドラマーとの呼び声、高く、ロバート・グラスパーやディアンジェロ、アデルなどの作品でグラミー賞を受賞している。2016年に米ローリングストーンが発表した最も偉大なドラマー100人において95位に選出された。1973年、アメリカ合衆国のテキサス州ヒューストンに生まれる。幼い頃から教会でゴスペルミュージックに親しむ一方で、父親の影響でマイルス・デービスやジョン・コルトレーンといった伝説的なジャズアーティストたちに心酔した。ドラムスティックは3歳の頃に手にしたという。中学生になるとヒューストン・クワイヤーでキム・バレルやヨランダ・アダムスのバックで演奏するようになり、その経歴が評価され、ヒューストンの有名芸術学校ハイスクール・フォー・ザ・パフォーミング&ビジュアルアーツへ入学する。進学後クリスはドラム演奏においての才能が開花し、ワシントン DC の名門大学、ハワード大学へ進む。大学1年時にジャム&ルイスと出会ったことで、クリスは R&B バンドのミントコンディションとのセッションに参加するチャンスを獲得。この経験がクリスのプロフェッショナルとしてのキャリアのスタートとなり、その後は、ライオネル・リッチーやメアリー・J・ブライジといった R&B アーティストやケニー・ギャレットのような一流ジャズアーティストのレコーディング、セッションに参加するようになる。2009年、大学の後輩のロバート・グラスパーの新バンド、ロバート・グラスパー・エクスペリメントに初代ドラマーとして参加。2010年にマックス・ウェルのブラック・サマーズ・ナイトで第52回グラミー賞。最優秀男性 R&B アルバム賞を2012年にアデルのセカンドアルバム21で第54回グラミー賞最優秀アルバム賞を獲得する。2013年には前述のグラスパーのアルバムブラックラジオで第55回グラミー賞最優秀 R&B アルバム賞を獲得。その後もエド・シーランやジャスティン・ビーバーの大ヒットアルバムに参加した。2015年に参加したディアンジェロの14年ぶりのアルバムブラックメサイアは音楽シーンを激震させ第58回グラミー賞で最優秀 R&B アルバムに輝いた。日本においても2017年から宇多田ヒカルの楽曲に参加するようになり、2018年にはアルバム初恋に全面的に参加し話題を集めた。クリス・デイブ&ザ・ドラムヘッズとして総勢50名のミュージシャンが参加したアルバムを2018年にリリースした。ありがとうございます。